皆さんこんにちは、ジェイです。今日は皆さんにお知らせがあります。私はですね、この度ビットスターさんという事務所に所属することになりました。私はね、今まで YouTube を始めてからずっとフリーでやってきていて、その中でもみんなのメイクさんとかいろんなね、会社さんを通してお仕事をいただいたりとかして活動をしてきたんですけれども、今回ね、専属っていう形でビットスターさんにお世話になることになりました。で、所属すると何が変わるのっていう風に思う方もいらっしゃると思うんですけれども、まあなんかみんなからの見方としてはそんなに変わらないんじゃないかなって思います。私としてもね、そこまで変わらないんじゃないかなって思います。でもメリットはね、たくさんあると思う。まずね、一つが、みんなのメイクさんが亡くなってしまってから本当にね、残念だったんだけれども、住所がなくなってしまったので、あの後も手紙をね、書いて送りたいんですっていう方からたくさんね、声いただいてたんですけれども、なんせね、まあ自宅に送ってもらうわけにもいかないので、そのね、お手紙をいただくっていうことができなかったっていうのが、ビットスターさんに、ね、送っていただけると私にね、転送されてくるので、生物以外ははいお送りいただいても大丈夫になります。なので住所とか情報を下にね、載せておくので、お手紙で出したいんだよっていう風に思ってくれていた方はぜひぜひそちらに出していただけるとありがたいです。あとは、まあ、このご時世的にファンミーティング、オフ会とかっていうのは、なんか直接会うたくさんの人で集まるっていうのは難しいのかなっていう風には思うんだけれども、ちょっとね、そこら辺もビットスターさんと試行錯誤しながら何かね、練り上げた形で、はいみんなとね、なんかこう動画のこの距離感じゃなく、もうちょっとギュッと近づいた感じの関係を作っていけたらなっていう風にも思っているので、そこはね、楽しみにしていてください。私もね、かなり楽しみにしています。あとね、個人的なメイクレッスンをお願いしたいっていう風な声もいただいていたんだけれども、なかなかね、実現してなかったんだけれども、なんかね、こうオンラインでメイクレッスンもできたらなっていう風には考えてるので、それもね、楽しみにしていただければと思います。そうね、それぐらいかな、今のところ。うん、私はね、今回の所属にすごくね、ワクワクするものがたくさんあります。なんだろう、やっぱりこう YouTuber がなんかどっかに所属するとなんだとかっていう風にネガティブなね、イメージを持たれてる方もいらっしゃるのかなとは思うんです。でもね、ここはいろいろ話し合って、ビットスターさんもこう私のね、今までの活動っていうのを尊重しつつ、何かこうもっとみんなと密に広げられていけたらなっていう形で手助けしてくれるっていうことなので、大丈夫です。私は変わらないです変わらないっていうか、変わらないって言ったら嘘になるかな。人は日々変わります。うん、変わらない人の方がいないんじゃないかなっていう風に思ってる。本当にね、いい意味で変化していって、なんかこうみんなのニーズと合致するような楽しいこと、ワクワクすることっていうのをメイクを通して発信していければなと思うので、引き続き皆さんのね、応援をよろしくお願いいたします。今まで4年間5年間かな、うん、頑張ってこれたのはやっぱり一つ一つの動画に対してみんながね、応援のメッセージを送ってくれたりとか、あとね、他の SNS、 インスタグラムとかツイッターとかで、なんか私が発信することに共感してくれたりとか、こういうのもあるよ、こういうのもあるよっていう風にアドバイスをし続けてくれたりとかしたことによって今の私があると思います。本当にね、皆さんのおかげだと思ってます。本当にありがとうございます。なので、このね、本当にいっぱいいただいてきたご恩を何かの形でこうね、返していけるように、そしてそっからみんなとね、またね、盛り上げていけるようなコミュニティをね、作っていきたいなと思っているので、引き続きよろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。またね、楽しい動画を発信していきたいと思います。見て、このルック可愛くない？このルック可愛いでしょ。このチラチラ可愛くない？はい、動画にすっからね、もうしてるから編集してますので、引き続きみんなでメイクを楽しんでいきましょう。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。